はい、英語のやつ、はい、じゃあ今三栄堂さんの方で一休みということで、日本三大和菓子の、まあ、里松江ということでございますが、そこ の、 松江の芸術的なですね和菓子を撮影許可がおりましたので、私じゃあちょっとが撮らせていただきますが、このガラさんが一番おすすめなのが菜種の里ということで、これ割って食べるそうなんですね。この黄色いやつですね、はい、こんな感じです。こちらが原品菜種の里です。これ黄色いやつ、税込み756円ということで、まあそうお高くはないんだけど、なかなかあれですね、日の出前なんてもあるし、いいですね。なんか名前がねすごくいいですわ。若草、花わら、相撲取りかと思えば朝潮ですよね。朝の牛もね、花景色なんてのもあるし、私なんかやっぱり平凡だから、この堀川八景なんてのがちょっと名前いいかなーなんて思ってね、堀川八景、こんな感じで堀川八景なんてのもあるし、花景色ありますね。これは堀川八景と花景色とそば楽ですかね、これを3つ合わせた、そういう、まあ、詰め合わせセットのことなんですね。新宿サブレなんてのがまたありますね。これまた UK をですねデザインしたような新宿八景、これもなかなかいいですね。ということで、どれも美味しいですね。三栄堂さんのすごくですね贅沢そうな、間違いなく贅沢な和菓子でございました。じゃあ以上でございます。こちらの方、え、はいはい、あ、そちらもじゃあ、はいはいはい、お祝い、あ、お祝い用ですか。ちゃんと仏事用もあります、ね、あ、仏事用もありますね。なんかすごいですね、はい、あ、すごいわ、ふとびき様、いやいいですね。これは夏のあれだね、夏ですね、夏ならね、はい、じゃあこんなところで、一軒のうちにそんなにガルコ売ったらまた次行かないと、はい、あ、そうですね、缶があります。